はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、天空中央高校期間限定ルートですね、やっていきたいと思います。今回はちょっとねリハビリも兼ねて、なんか期間限定ルートあんまりやり方覚えてないんで、リハビリも兼ねて野手でやっていきます。で、編成の方は、まあ、今回はねパワチャレで使う守備特化型の選手を作っていこうかなと思います。で、夢城、これのどかちゃんって言うんだね。あのコメントでいただいて初めて知ったけど、前回のガチャでなんか若ちゃん若ちゃんって言ってたけど、のどかちゃんなんて読めなくない？もうそういう世代じゃないからな俺は。まあ、プラ4になってます。もうとりあえず全部ぶっこんでプラ4にしました。で、あまりはもうないんでプラ5にはできないですね。で、特攻キャラのジェントル東雲くんですね、 PSR のプラ5をお借りすることができたので使っていきます。50でね、技術ボーナス12が、直付けするのって、PSR の50は、東雲くんはかなり強いと思います。タックが強いと思います。まあ、もちろんコツもね、優秀なのが揃ってるんで。で、守備上限の、永瀬くんを入れて、補給上限を入れて、精神雷で独身術の新屋敷、今回はこの編成でいきます。まあ、デートキャラはねやっぱり1キャラくらいが限界かなと思いますので、まあ、彼女キャラ的なものは連れてきてません。まあ、のどかちゃんが選手兼彼女キャラではあるんですけど、エンジェル要員としては連れてきてないです。とあと今回ミート上限は狙わないでいきます。まあ、守備とね補給だけ、上限アップさせて、作っていくというところですね。そういえばのどかちゃん評価上げていかなきゃいけないんだよね。冷静、冷静とアベレージヒッターコツとして持ってますと。そして評価上げ、最初評価上げでいいんだよね。なんか分かんなくなってきちゃった。エンジェルはなんだっけ、ファウルとレイリーに任せて、 できれば年内で揃えていくと。ここ人がいっぱいいる。エンジェルどうするんだっけ、自分で行った方がいいのかな。まあ、自分のお気に入りエンジェルを連れてくることができるっていうのは確かにあるけど、絶対必要なキャラとかいたっけ。とりあえず相良さんは大丈夫。経験点もねちょっと変わってるからね、期間限定ルートだと。コツもらっとく、まあ、評価上げのためにもらっときましょう。冷静、これで5だな。あれ田中山くんって体力回復するんだっけ。で雷なんか潰すのあった。まあいいや、パワヒが欲しいんだよね。で、さとりちゃん不運の結果、あ、これ金徳か、教えてもらおう。あ、そうかそうか、え、セカンドで来てるんですよ。なのでじゃあショートもできるようにしましょう。で、コツ、田中山くん守備職人は欲しいよねやっぱり。 OK、 アフリカ土産ってか田中山くんかと思った。右にいたの、また出てきたって思ったら違った。で、これはねどうしよっかな。俺基本的に調子って絶好調のやつしか使わないんで、毎回調子安定とかって結構重要視してたんですけど、よくよく考えれば調子極端でもいいんじゃないかと思い始めては来てるんですけど、なんとなく気分的に取りたくないよね。じゃあジャンベ、まあ、積極打法が手に入るみたいです。筋力をゲット、驚くほど驚かない、これは通常イベントの方ですね。一番上がささやき、真ん中が怪我しにくさ、一番下が冷静、冷静とか持ってるし怪我しにくさでももらっておきますか。コツは全部1ですね。で、永瀬くんは経験点、監督評価か、最後に監督評価ちょろっとっていうか割と結構上がるけど、どうなんだろう。サイリさんのレベル上げられるかな。3にはできますね。はい、それでコツを狙いに行きますか。コツっていうか経験点だけど、永瀬くんは何もコツ持ってねえから。
回くらい練習しておけば大丈夫かな。振られる男、新屋敷とかもなんか久々でわからない。ちょっとこれは調べます。通常イベントの方ですね。一番上が連打、あ、連打取ろうじゃん。田中山くんはまあ情熱エールはね精神使うからね、まあ、連打のコツも取れたし、これはなでなで。あ、ここでまた守備職人が手に入るんだっけ。じゃあもう4になったんで、まあ、冷静も掴んで守備職人は4、安い。4とかになると相当軽く取れるよね。でここはじゃあのどかちゃん狙いでいきますか。雷は行ってくれなかった。で体力減ってるんで、ここは真ん中で体力を回復させます。で不運の結果2回目か。ここはなんかコツが手に入ったよね。なんか全然把握してないキャラばっか入れてんな。見ていかないとわからない。2回目、本類性感覚競争心、本類性感だな。じゃあ帰ろう。じゃあね。いや、なかなかその骸骨の掴み方がいいんじゃない。レンダーも掴んだし、本類性感も掴んだし、相性的にはかなりいいと思うんだけど、微妙に評価上げてるね。で永瀬くんがいるけど、そうだね、のどかちゃんの評価上げていきますか。その前にひかりちゃんのレベルを上げて、ここはまあハートを取りつつ、のどかちゃんの評価上げつつ、ちょっとハートを回収しつつ、スカウトさん評価上げつつみたいな。あ、で告白、内容はよくわかんないけど、とりあえず上。これもなんかあれだよね、その完全に好きになって付き合うパターンじゃないよね。とりあえず付き合っとくみたいな、そんな流れだよね。でここどうしようかな。新屋敷とハート放出のためにメンタルをやるのも悪くないと思うんだよね。まあ、虹谷矢部君が女の子を調達してくれるかもしれないんで、そうだね、まあ回復しつつやりますか。いけ、なんかあんまり上がらないね。あ、最大になった。追わせるものと見つけたり、プレッシャーだ。でメンタル、ここはアベレージヒッターはやっぱちょっと欲しいよね。取れるんだったら取っておきたいんで。東雲とかもまだ評価は上がりきってないか。よし。で、悟りちゃんもマックス。ちょうどいいタイミングでマックスになったな、2人とも。で、こっからの女の子集めはお二人にお任せするんで、最優先でやっていきましょう。と思ったらいなくね？どっちもいないんだけど。じゃあここゲッ、足爆弾、まあめったなことじゃ爆発しないけどね。でアベレージヒッター5になったな。デートマニュアル、あーどうしようかな。ここもコツが手に入るんだけど、体力回復したいけど上にしよう。あれ上が回復だった、間違えた、まあいいや。で、レイリー、ここ結構経験点的にはもらえるけど、ちょっと最初は、あ、レベル上げてねえや。女の子集めを最優先にいきます。治癒、まあ、体力減っていくからね、治癒もどうなんだろう。上げられるだけ上げとこう。でコツがあるけど、ファウルがいるね。ファウルがいるんで、で新屋敷意外性か、なんか意外性だったら守備コツを完全に掴むために
直撮りしちゃってもいい気がするんだけど、50、25、50か、割ときついな。筋力がどうなんだろうね。筋力キャラとかは今回全然入れてないんで、まあ、肩でどれだけ稼げるかっていうのもあるけど、まあ、一旦普通に行きましょう。よし、しびこつつかんだ。で、すみかちゃん応援する。上り調子いいですね、いいですねって言って、やることがない、やることがないから一回デートをしておきますか。基本的にはもうエンジェルが去った後デートをまとめてやっちゃうっていうのがいいんだけど、評価が下がった。プレッシャーラン手に入れたね。なんか知んねえけど、で若干女の子集めが進んでない気がするんだけど、また6人でしょ。だってもう12月入っちゃったよ。2人いてくれるとねすげえいいんだけど、なかなかそうもいかない。ハートを取るたびに体力は減ってしまうから、それでまたなんか休まないといけないみたいな。これは受ける、いいね。上り竜も掴んで、上り上司もコツ掴んで、いねんだけど、何それ、マジでいない。ここ回収しとくじゃん。監督の評価が上げられんな。評価ポイントがふわふわしてるから。経験点は確かに入ったけど、もう死んでしまいそうだ。いいね、深夜式は失敗しないよね。かなり掴んだ。まあ、神楽坂くんかって言われたらそこまではないかもしんないけど、それでも相当高いと思うんだよね、新屋敷の成功率は。で、チョコ持ってきてます。もう使っちゃう。ちょっと女の子調達か、全然進んでないんで。女の子調達しないとマジ何のために天空中央に入学したのか分かんないからね。今ちょっと里っ気が入ってるけど、女の子たちに。ほら行ってこい、かりんちゃん。かりんちゃんとかもかノリで。これどっちだっけ、田中山くん。どっかのサクセスで俺間違えたからな。ちゃんと見ておこう。下、他にないか。これでめった打ちだね。まあ、雷はね、今回、ワイルドなんで、めった打ちが被ることはないです。なんかやたらやる気が下がるんだけど、なんで。ここ悪くねえな、悪くねえけどな。どうなんだろう。いや、やろう。せっかくラブパワーも発動してるんで。全然女の子集めがはかどってないわ。いいよね、積極守備にもなるからね。回復して、なんかのどかちゃんだったらどんくらいもらえるのこれ。まあ普通にはもらえるか。大凶とか逆境掴んだんだけど。もはや意味がわからん。3人、まあファールがいるし、次はきついか。ああそうだ、体力減るんだ。ご筆精神にいてほしいんだよね、そのファールとかが。回復しつつ調達しつつハートで体力が減る。ミサちゃんか、ミサちゃんも通常時だとそんな使えないからね、エンジェル的な話ね。怪我率減少っていうのがどうしても微妙なんだけど、ただまあもしかしたら体力がない時にその怪我率減少が生きてくるかもしれない。あ、これはもうちょっとメンタルやっとこう。え、10人くらいは揃った。これで11人目。だね、あと1人。
2月までずれ込んじゃったね、ちょっと。ここもちょっとこれでいこう。やっぱ結構減るからね。よし、これで揃った。騎馬妹。あとは経験点のバランス的なものだよね。これなんだ、上やる気がかったタイエースか、なかなか珍しいね。てか、おエンジェルフラッシュができる。コツよりはまあエンジェルフラッシュだよね。エンジェルは全員上げておきましょう。よし、これで上げ切りましたねと。ではフラッシュ、でっかい怪我しにくさが出たんだけど、ちょっと経験点もさばいていかないぞ。テクテクテク、上げとけよかった。バレンタインなんでやる気が下がんのもう意味不明なんだけど。全然そのイベント内容読んでないから分かんないんだけど、ちょっとミート D にして、守備はもう完全にコツ5になってるんで、まずは守備から上げていきますか。でちょっと余ってるから呼吸を開けて敏捷だね。敏捷はね、なんか結構手に入る気がするんだよね。ここ3人か、こっちにしよう。あ、でもミサちゃんがいたのか、チユちゃんもいたのか。で雷の1回目。あれ、これなんかどっちかやる気が下がった気がするけど、もうどっちか分かんない。あ、下がっちゃった誰もいない。エンジェル3人、どうしようかな。敏捷がだいぶ回収できるね。こっちにしよう、ま、天空中央はハートの回収で経験点を稼いでいきましょう。うち少し、これなんで体力が回復するの理由がわからん。あ、4人いる。あ、これ怪我率999、微妙にあれだね怪我率下がって0になってんね。よしやろう。ちょっと待って、筋力が結構余ってんな。で2回目なんで、これは上で進めていきます。で負けないぞ、体力回復。ちょっとパワーを上げていきますか。 C にしておく。で守備力は無理か、足んねえな。技術ちょっと足りないから、呼吸を少し上げていきましょう。メンタル結構回収できる。回復しながらいこう。やっぱり体力は減っちゃうんで。やる気ないけど別にいいよね。技術結構手に入れたな田中山くんにすげえ見えるんだけど。やる気上がった。あ、結構経験ってくれんだね。あ、これは何がいいんだ。永瀬くん通常イベント、走塁はちょっといらないな。積極盗塁か、一番下。足はどうなんだろうな。足系だねこのイベントは。じゃあ走塁取っとく、一応。ちょっとどうなるかは分かんないけど、ここもじゃあ回収しながらいきますか。回復しながら、見るとめちゃくちゃ経験点入ってんだけどね。最終的に見るとなんかちょっと伸びない時とかあるよね。怪我が2つもあるんだけど。OKOKOK。これでエンジェルフラッシュでも3回目か。どれくらい発動してくれればいいんだろう。人がいた方がいいよね。新屋敷は
意外性だけかと。まあもらっとこう。あ、金徳が吐き出された。もう練習できねえよ。精神来てくんないと。まあコツがあるからやっておきますか。意外性は回収しておきましょう。で意外に筋力あるね。で筋徳はね消える前にやっぱり回収しないといけないんで、そこは意識しておきます。体力との勝負だな。あ、これ減るんだよね体力。メンタルに来てる。ちょっとここは回復しておこう。コツもあるしね。で次金徳を回収しよう。エンジェルフラッシュが来ない限りはちょっと金徳を狙いに行きますもん。早急、いいね。来てる。ちょっと待って、エンジェルフラッシュでも回復するよね。エンジェルフラッシュは回復してコツもあるから、これはやろう。さすがにもう一旦大丈夫なはず。次で回収しないとまずいよね。これで回復するでしょ。ボールはこういうとこで2回目。よし、体力も回復してくれた。ここはもう絶対回収ない。あったあったあった、危ねえ。いや無理だよ、これはもう回収しないと消え去るから。さすがにこれは無理。精神がめちゃくちゃ吐き出されたんだけど。伝説の引っ張り屋。そうか、それもあったね。じゃあメンタルやりつつ回収をしていきますか。メンタルレベルがだからどんどん上がっていくんだよね。結局メンタルで回収するのがさ一番効率いいからね。そうだよね。そうするとここで回収だよね。ちょっと使っていこう。じゃあ守備は102にして、補給もいけるかな。だいぶ使うね。でパワーも上げて、で結局総力もちょっと D にしとこう。で肩も上げていこう。でミートがまだ何が足りない。精神が足りてない。まあ、精神はやる。もうレベル5か。どうだ。おお、取った。手も手になったとか。割と意味ねえな。うわー、いるーやろ。5人とか。エンジェルフラッシュの発動率は良くないか。でも1回しかも見送ってるからね。でここはちょっと 20% はきつい。 20% はきついからメンタル。でよっぽどのところがない限りはちょっとメンタルで回収。精神だいぶ稼げたね。ちょっとまたさばいていきますか。じゃあ敏捷が若干足りてはいない。怪我しにくさ、引っ張り屋とか骸骨取れないよねこれだったら。逆境一応取っとく。タイエース、タイエースって雷が持ってたよね。1はちょっときついかな。帳尻合わせで連打で基礎本能、これもこれで多分コツは取れないから。で上り竜もこんなもんだよね。でまた精神が結局足んなくなってんな。ここはじゃあこれでいきますか。で次はメンタルでいろいろ回収したい。
ここは回収だね。でも6月4週かなんだかんだで6月4週か。じゃあ、あとデートするから正直回収でいいんだけど、回収でいいんだけど、ここだな。で7月からはオールデート4回消化して空デートとかないよね。いや、わかんねえけど、やっとこう。あれ、そっか、田中山くん、めった打ち連打じゃねえわ。連打はあれだった、なんだっけ、金徳の名前が出てこないけど、独身術さん。で、あとはひたすらデート。なんかやる気下げてくるかな、こいつ。今までの傾向からして。あ、バス停山田中山くん、うちにいるじゃん。そういえば印象上げるか。 C、 まあ、のどかちゃんはね、選手兼彼女キャラだからね。まあ、あんまり経験点はデートでは期待しないでおきましょう。てかさ、タク組んだっけそもそも。のどかちゃんとちょっとハートに夢中で全然気にしてなかった。お、やる気が上がった。しかも接戦なんて取れんだ。もうちょっとコツとかは見向きもせずデートしていこう。たまにやらかしちゃうからね。あ、タックでけえの来てるみたいな感じでタックにつられて練習をしてしまってデートが消化できないみたいな。あれ、そういえばさ、サブポジどうなった。サブポジもらってなくね。まあ、もらえないこともあるからね。そう、シノノメくんはね、試合経験点ボーナスも持ってるからね、ジェントルシノノメは普通に強いと思うんだよね。あの PSR のプラゴンはね、やっぱり技術ボーナスが12いきなりつくっていうのはかなりでかいと思うんだよね。ちょっと待って、これどっちがどっちだ、わかんねえ。夢白のどかちゃん、デート5回目。言葉がアイコンタクト。あ、そうそうそう、だから2類にしたのはアイコンタクトも取りたかったから。じゃあ上でいきましょう。上がアイコンタクト、下が接触的支柱。なんか失敗したっぽいな。まあ、1ではつかめるけど。肩、おお、いいね。技術ボーナスがやっぱり乗ってるね。まあ、ダブルタックではあるけど。で、初タック。さて、金徳を回収していきますか。引っ張り屋とかいらんな、めった打ち。タイエースは一応置いておく。あと掴んだやつ、アイコンタクト。アイコンタクトもだいぶ精神使うんだね。てかさ、そもそもアイコンタクトってさ、意味あんの。なんか説明見るとさ、守備力が上がるみたいな感じじゃないですか。これで見れんだっけ。げっ、見れねえ。効果が見れない。魔術師はさ、そのモーションが増えたり、そのバックで走るのが速くなったりっていう効果があるけど、アイコンタクトは守備が上がるって書いてあるからさ、その守備102じゃないですか。なんか変わりあんのかなっていうところがめっちゃ気になる。そう、俺の田中山くんはね、あの40なんで練習効果アップがついてないんですよ。そこがちょっとネックなところではある。延長までもつれ込んでしまった。危なかった。で、最後一応タックはある。肩 6%。 のどかちゃん単品タックですね。のどかちゃんってちなみに、もう一回テーブルを見てみましょう。なんかさ、
精神ボーナスはついてないか。技術ボーナス。そりゃね、肩で精神ボーナスつくとか、アホらしいからね。いや、まあコントロールで生きるっていうのはあるけど、まあ技術か、そうすると。俺もうマジでさ、ファールの、なんだっけ、スクリームボールみたいなやつ、超嫌いなんだけど。じゃあ、それ1段階取って、早急も1段階取って、怪我しにくさも1段階取って、引っ張り合おうは直取りしちゃって、ハイエースも取っちゃって、あとは、打球伸び1段階取れそうだね。一応取っとく、でも。よし、これで1回行こう。パワーヒッター自体は持ってないからね。あとそう、ドロップカーブもね、縦に曲がってくるから打ちづらい。よし、これはいったね、ギリギリ。スクリームボール。あー、これ詰まらされたか。全力スクリームボール。普通のムービングファストよりは動く。サークルチェンジ見逃したいんだよな。入ってきたね。一気に追い込まれたな。サークルチェンジか。これは、あ、入れてくるかと思ったら外した。全力スクリーム。フラウス切れたか。いやー、ちょっと動かされるね、やっぱり。サークルチェンジを狙うか、スクリームを一極真実で狙うか。スプリットか。分かるんだったらスプリットも狙い目だけど、チェンジアップとかサークルチェンジとかね、こう遅い系はかなり苦手なんだよね。めっちゃ点入れられたな。まあ最後だからいいんだけど。ドラフトは2位からの経験点、どんくらいくれる。あ、67か。まあまあまあ悪くはないね。で、こっからさらに、45だとタックが上がるのか。だから経験点は増えないけど、PSR の50だったら、経験点が増えるはずなんで、もうちょっと。そうすると、通常の彼女キャラくらいはもらえるっていうイメージかな。で、経験点はまあ1万いかないくらいだよね。なんか天空中央の、期間限定ルートってなんかそんなもんだった気がする。すげえうまくいくとなんか1万超えるけどみたいな。で、パワーはもう B だね。で、意外に走力がある。で、肩上げて、だ取れなかったんだよね、サブポジは。今のところで S8 か。やっぱり SS っていうところが一つの目安だとは思うんで、バント取れなかったんだな。まあそんなにいらないけど、筋力が足りてないからあんまり筋力は使いたくない。高速チャージセカンドは意味ないよね。ラッキーボーイ結構いいんじゃん。で、リベンジか。ちょっと待って、先に敏捷っていうのも、いや、リベンジ取ろう。で、3つ使うけ、かくらんか。だったら衝撃でいい気がする。あ、サイン察知。盗塁失敗しにくくなる。盗塁をそもそも持ってないからな。まあ、ただ足は速いから。で、じゃあこれ取ろう。あと、この経験点で取るアシスト。こんなもんか。
そこからじゃあ余ってるんで臨床上げて、まあ終わりと。 S8 変わんねえS8 か、S8 かだったらちょっとこいつ予備軍にしとこう。予備、はい、 OK。 やっぱ3つないときついかな。てか金徳の数が少ないよね多分。1234567、だからシナリオ金徳は結局1つだからね。シナリオ金徳1つしか取れなくて、まあミートが上限アップしてないんで、まあそうすると大体こんなもんか。まあ経験点自体も9700だからね、どうしてもそれで SS に持っていくっていうのは、まあ、かなり厳しいものがあると思います。でまあのどかちゃんに関しては、まあ、多分野手よりは投手の方がいいのかな。ちょっとそこも分かんないんだけど、なんだっけ、もう一人のゆかちゃん、ちょっと名前の読み方がそもそも合ってるのか分かんないけど、コンボもあるみたいなんで、まあ、ちょっと次回はね、あの投手の方でやっていきたいと思います。まあそんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。